君はどこでござるか？リルル君は先ほど魔法の習得授業に向かったよ。そうでござるか。何か用があったのかい？司殿には正直な意見を聞きたいのでござるが。ああ。拙者も魔法が使えるようにならないでござろうか？え？聞こえなかったでござるか？拙者も魔法が。ああ、違うよ違う。そういうことではなくて、葵君は魔法を使いたいのかい？そうでござる。こう、ほおずき丸の先からブワッと魔法が出るようになれば、よりみんなの役に立てるようになるのではないかと、そう思いついたのでござる。そうか。もしそうなったらすごい戦力だが、なんというか、すでに人を超えている葵君が、人どころか生物の限界を超える存在になってしまいそうだね。超生物でござるな。なるほど、拙者が目指すものはそれでござったか。うん、心が決まったでござる。リルル殿が帰ってきたら弟子入りさせてもらうでござるよ。超人高校生たちは異世界でも余裕で生き抜くようです。第9話。司は全てを見通しているようです。